1970年の南海ホークスでは、1970年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、野村克也選手兼任監督の1年目のシーズンである。前年再開からの巻き返しを図るべく、野村新監督の元コーチ陣もユニフォームも一新。新監督の片腕として1969年までプレーしたドンブレイザーがヘッドコーチに就任。 新体制で再開からのスタートとなったこの年は、佐藤道郎や門田博光などの新戦力を投入し、開幕オーダーには、広島からトレード遺跡の小畑氏をスタメンで7番に起用し、前年対等の西岡三四郎を開幕投手に抜擢。野村監督1年目のチームは、開幕からまずまずの滑り出しで、6月以降はロッテに次ぐ2位につけた。前年の怪我で、 本塁打王がストップした、兼任監督の野村も打棒が復活し、最終的に監督ながらも30本塁打以上で、主砲健在をアピールし、チーム本塁打は147本で、リーグ2位。投手陣も佐藤が、リリーフで18勝を挙げて、新人王を獲得したが、それ以外の投手が勝ち星を増やせずチーム防御率も、近鉄、ロッテに次ぐ3.43でリーグ3位。 31, 関東は5位。最終的には優勝のロッテに10.5ゲーム差をつけられて2位に終わったが、佐藤、門田、小林この年入団のクラレンス・ジョーンズなどの活躍も、あり3年後の優勝へとつながることになる。シーズン終了後、ベテラン杉浦正が35歳で引退した。ありがとうございます。